僕が子供の頃、いつもみんなで外で遊んでた。時間を忘れてとにかく一生懸命、朝から晩まで走り回ってた。僕の家のすぐ隣には小さい空き地があって、毎日友達とせっせと穴掘って秘密基地を作ってた。地下室のような秘密基地を作りたかったのさ。松明置いて、テーブル置いて、ひやりした部屋で友達みんな呼んで遊びたかったよ。雨が降った次の日は穴にたくさん水が溜まって、その日は穴掘りできない。やったとしても泥んこになるだけだよ。途中大きな石があるとスコップがカンカンとなって、仕方なく石の周りの土をどけて掘り進むしかないんだ。地下室のような秘密基地に住みたかったのさ。テレビを置いておやつを持って行って、そこでみんなと映画鑑賞したかったんだよ。だけど1メートルほど掘った時、僕は違う街に引っ越したんだ。そして10年後、久しぶりにあの空き地にいた。どうなっているのか見ると土が積もり、草生い茂り、何もない、ただの空き地になっていた。僕が子供の頃の大切な思い出を、大人になっても大事にしておきたい幼き日の思い出、決して忘れない。